はい、皆さん、僕らんじゃこみちんです。ウームキャンプ部よいしょ。前回からですね、半月後に最終号という感じで、世の中今ね、安心安全ということでまとめて撮影しちゃおうとね、いう感じで、また集まるんですけども、まあ、2週間とはいえですね、前回福井でやった時に比べて、今回ね、かなり寒くなったんですよね。今年は秋がなかったと言われるぐらい、めちゃめちゃ寒くなりましたよね。急に。前よりもね、あったかい、寝袋と、まあ、その他もろもろのね、装備を揃えて、まあ、前よりはちゃんと準備できたかなと思いますんで、前もそんなに結局忘れ物らしい忘れ物はなかったかと思うんですけど、こういうのはね、現地行って気づくものですからね、またちょっと心配ですけども、今年いっぱいはですね、キャンプリハビリという感じでお手柔らかにという感じですね。で、今回ですね、ご飯編では変わったアイテムを使った料理なんかも考えてますので、楽しみにしておいてください。例のね、ガランプのカイ君からですね、ちょっと変わったものをお借りしましたんで、そちらを使った料理の方ねしていこうかと思っておりますので、楽しみにしてください。ちなみにですね、今回小見山に初めて母さんのマグニをお招きするということで、鉄のクワで整地するっていうね、動画だったと思うんですけど、あれがちょうど1ヶ月ぐらい前なんです。実はね、動画の順番前後してるんで、もしかしたら動画的にはね近くなってるかもしんないですけど、あれからね実際には1ヶ月ぐらい経ってますので、いい感じでね、雑草がね枯れてるといいんですけども、あれからまだ行けてないんでちょっと心配と。で、あとはまあさっきも言いましたけど、何よりも夜の小見山の寒さえぐいんですよ。この地域が結構岐阜でも特別寒い地域にもなるので、暖かくしてね行けるといいなという感じですね。じゃあもうしばしするとですね、関西マグニー来ると思いますので、ちょっと合流したらいろいろお話ししていきたいと思います。はい、というわけで、いきなりねちょっと飛びましたけども、カズさんとマグニーが合流ですね。こんにちは。いらっしゃいませ。思ったより楽しかったっすけど。こんにちは。登り降りが大変な山なんですよ。うちはあのエブリー4駆モードオンにしました。はい、あ、僕もいつもこれ登るときは4駆なんですよ。はい、坂で1回施錠したりで、あ、そうですね、止まるやん、うん、その時に結構な坂で止まってるで、大丈夫かな、ドキドキ、このまま滑ってがないかな、滑ってたことないんで。あ、でもハンターカブで山登ってきた時マジで死ぬかと思いました。そりゃそうだわ。まあ、ほうだって30分ぐらいかかるんじゃん。うん、いや、そんなかかんなかったですけども楽しかったですね。ここね、あのバッチリ助走できましたんでね。ナイス。はいはい、どこでもテント張れますんで。やった。お好きなようにっていう。草あんま生えてないとこがよくまあ、そりゃそうですね。草生えてないところは、ここもと、ここ最高の場所だね。ここちょっとあの崖地下ですけど、ここもありです。そうです、なんかあれちょっとどかしたいな。ここいいな。動物からこんにちは、あっちでしょ、この道は。いや、でも母さん、その他のポッコリしたところ、よく猿がポコになっちゃわしてますよ。でも結構寝るとき僕もそこで寝るんで、まあまあありですよ。問題なし。はい。今霊長類最強のコミチンがいるでさ。そうなのよ。霊長類最強だからさ、大丈夫だと。無敵ですから。カズさんの方がだってローキックしすぎてスネ毛なくなるくらいですから。俺スネ毛なくなった。あっちの方に木がいっぱいあるんですよ。木材ね、木材。この辺に結構木をまとめてあるんですけど、割と乾いてそうな。でもこれやったの1年前で、水吸っては乾いて、吸っては乾いてで、いけそう、割ったら悪くないと思うんですけど、表面結構湿ってるんですけど、なんか火力が出たら乾いて、うん、プチキャンプファイヤーみたいな。あ、はいはいはい、最後これでね、はい、みんなで手つないでか、うん、甘いもの。結構3人で熱い。3人だと距離やばいですね。めちゃくちゃシュール。まあでもなんかそういうのもね、エンディングでやるんですね。このまま終わってくるフェードアウト。じゃあちょっと準備しましょうか。はい、あの辺にちょっと組んでいきましょうか。こんにちは。はいはいはい、長いやつからさ、なんかこう、四角にこう、四角に組んで、中に枝を入れていく感じで。はい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 。一旦、ちょっと。よいしょ。うん。これぐらいのヤーツをね。えいえいって。まずこの辺に置いていきましょうか。組み立てるとかちょっと。はいはい。
いや、こういうのがあるとお嬢さんごっこをやりたくなるからね。ふんいや頭くしゃーみたいなね。ふんなめとんか我なめとんかってね、お嬢さんごっこ、はい、丸太は持ったかこんな非効率的な武器ねこんな丸太はあの鬼を倒す武器ですからね。なるほどね。バイ祈願島よいしょ。これはええ。よいしょ。これは楽しくなってきた。いやー。枝はなんか結構ポキポキいって結構乾燥してそうですね。じゃあね、この辺に組んでいくんですけど、うん、結構火が上に昇るんで。なるほどなるほど。上にね、何もない。全く木がないところ。あ、いいですね。直接火が当たらなくても、熱波で燃えると。そう、先っぽがやられて、それが。伝わって鍋になっちゃうらしいんで。おい、なるほどね。はい、何もないもん、ね、違う意味で炎上しちゃいますね。うちが炎上するのはコメントだけでいいんだってコメントも炎上したくないでしょ。コメントも炎上したくないよ、うん、ないけど。これをね、ちょっと四角に組んでいきましょう。なんとなくすぐ太めですわ。よいしょ。あ、いやいやいや、はい、次細めゾーン。はいはいはい、これはね、これあ、いいですね、いいですね。あ、お、ちょっといい、いい、曲がってる、曲がってる、細細、はい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 、ああいいね、はい、でもこれ兄弟にってのもええ、はい、おお、あ、結構もう一段、もう一段結構高くなりましたね。周りに木を乾かせようとして、はいはい、下立てかけていきますか。なるほど、ね、こんでザレ防止をね、下をちょっと中に、なるほどね、なるほど、ポキポキね、はい、ポッキーくん懐かしいな、ポッキーくん元気かな、ね、よいしょ、やられてないといいね。うん、そうだね。そうですね。でもいい乾燥具合だな、この折れ方。ね、ね、ほうすね。結構なんかスカスカだ。カラカラな音がする。うん、カラカラな。そう、粘るでね。乾いてる乾いてる乾いてる。楽しい。バッチリバッチリ。燃えますね、この子たち。これは燃えるわ。大人の焚き火見してやるぞ。ちなみに完全に私有地ですのでね、ご安心を。はい。こんな具合ですね。ですね。よりね、もう本当に結構いいね。ほら、多分小道に乗っても大丈夫みたいな。すげえ格子状に乗せてって中にね、乾いた音がしますね。ちっちゃい枝を敷き詰めてっていう感じなんで、これ盤石じゃないですかね。盤石のね、井戸の井でね。で、これは猿よけ。あ、そうですね、井戸の井、うん、はい、猿よけ、確かに猿よけね、獣よけ、獣よけですから、はい、バッチリだと思います、ね、はい、まだちょっと明るい、今火つけてもね、映えないので、ちょっと暗くなってからですね、はい、そうですね、また後ほどという、落ち着いてから、まあ、だいぶありますけど、はい、だいぶあります。意外と暗いで、さっき暗いでね、早いですからね、寒くなって2時間ぐらいで暗くなるんじゃない、あの可能性ありますんで、うん、そうですね、日落ちるのここ早いんですよ、明るいうちにテント設営ですね、うん、あ、そういうのもそうですね、しなきゃいけないですね、テント設営していきましょう、はい、あれ、カさん、この色が欲しい、右手と左手、なんかちぐはぐですけど、はい、開いてなくなるんですよ、これ左手だから外しがちなんじゃないですか、うん、なんかやるときに左手、いや、むしろ左手しか使わん、なんで右手が残るんだ、ね、右手になんかハンマーとか、うん、ナタとか持つことが多いから、うん、左手でこういうトゲの刺さるやつを持つから、あ、よく使うからなくなると、そう、左手しか持ってかんくなったら、はいはい、なくなってくる、あるあるですよね、っていうことっすね、これは、はい、というわけで、初めての小宮山でのキャンプですけど、なんとかなりそうですね、なりそう、マグニいい感じでボケてますんで、ね、そうでしょ、はい、いいのピントもボケてるし、マグニもボケてるし、かかるねずっと踊ってる、かかるずっと踊ってる、ちょっとなんか風が強いのが心配ですよね、あ、そうですね、この後、なんか山っていう予報がね、あ、本当ですか、この後もう風が収まるんで、はい、2メートル、あ、じゃあ全然1メートルになって、はい、ゼロです、はい、ゼロ、ゼロ、じゃあ大丈夫ですね、一番の懸念点ね、皆さんなんか全然でも寒さ対策してきてないって聞きましたけど、ああ、あちらの方はね、びっくりした、3度とかって聞いて頑張って長ズボン、あ、確かに長ズボンですね、はい、で、
最悪車の中でエンジンつけて寝るっていう車中泊の NG 行為を NG 行為はい働こうかなと本当最終の最終話だよ、うん、まあでも本当命が一番大事ですからね、うん、ここはあの私有地ですので割と大丈夫なんですね、はい、僕らが我慢すればいいというそういうことだねあの人里もだいぶ離れてますんで離れてました、はい、めちゃめちゃ離れてますんで、はい、誰かに迷惑かけることはないんですよね命を守る行動を感じてないよ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 じゃあそんな感じで、はいまた次回の動画もお楽しみにバイ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 